吉浜、武田が行きます。ドリブルで仕掛けてきます。田中、みゆき拾います。あ、攻める山口、クロスボール、ー決まった。クロス気味に入れてきた吉浜のゴール。またもや吉浜、またもや吉浜、2試合連続の同点ゴール。この位置からのクロスって得意なんですよね、はい、ただ今のはこれキーパーのポジションを見て狙ってますよね。狙ってますかね、これね。もう無回転ですから狙ってますよね。狙ってますね。でもキーパーのポジションを見てあの位置を狙って、はい、